広工事側から撮影した秋田中央ビルディング。秋田中央ビルディングとは、秋田県秋田市中通り2丁目にある、百貨店とホテルで構成される、複合商業ビル。秋田駅前は、戦後間もなく、バラック建ての商店街、金座街が形成され発展したが、愛路や雑然としていたため、防災上や美観さらには、都市機能の観点からの問題が指摘されていた。このため、 1970年に秋田市が秋田駅前市街地再開発事業基本計画を策定し、1974年都市計画が決定。これを受け、以下の施行地区に分割し再開発に着手した。秋田中央ビルディングは地区の中核施設とすべく、仙台高等裁判所秋田渋跡地に地下2階、地上12階、 床面積4万1917平方メートルに及ぶビルとして建てられ、上層階には秋田ビューホテル、下層階には本金西部のほか、金座街に店舗を構えていた地元テナントが入居。金座街や土地には多目的広場や屋根付きのバス停、広場、地下には仙台の自転車が収容できる駐輪場が建設され、本金、西部とバス停は1984年4月。 秋田ビューホテルは翌月開業した。イコール、金座街に出店していた店舗2006年のリニューアルにより、各階に分散された専門店は2階、3階に集約され、2021年3月18日で3階売り場の営業は終了した。ありがとうございます。